皆さん、こんにちは。ひろきです。ご機嫌いかがでしょうか私は元気にしております。さてさて、私の Wikipedia 探訪ですが、現在は日本という記事を読んでおります。私、日本人ですから、日本のことについてよく知っておきたいというわけです。現在は国際関係のうち、東南アジアを 今回から勉強したいと思います。序文があるので、まずは序文を読みます。歴史的には、日本と東南アジア地域との関係は、衆院選貿易が盛んだった16世紀末から17世紀頃まで遡る。日本が鎖国をした江戸時代の間に、タイ 王国を除けば東南アジアとの地域と列強欧州諸国アメリカイギリスオランダフランストルポルトガルの植民地になってい,たなっ,ていった第二次世界大戦では日本と同地域を植民地支配する欧米列強との交戦地となったために同地域の住民にも 多数の犠牲を出したが、第二次世界大戦後に独立を果たした各国は、日本との国交を結び、良好な友好関係を構築し、それを堅持している。タイ、フィリピン、マレーシアなど、経済的にも文化的にも関係が深く、お互いの国民に対する感情も良いとされる。 また日本はこれら各国との経済関係を1970年頃から ASEAN ・東南アジア諸国連合を通じて深めており1997年から ASEAN+3 に参加東南アジア諸国連合諸国との間で 定期的に首脳会談を行い、関係を重視している。また、自由貿易協定、いわゆる FTA の、えーえー、締結を模索している。自衛隊の PKO としての派遣,派遣も、初の派遣がカンボジアで、また、東ティモールやベトナムへも派遣された。 東南アジア周辺の海域、特にマラッカ海峡、シンガポール海峡は中東から輸入した原油の9割近くが通過するなど非常に重要なルートであるが海賊が頻繁に出没する。その対策として海上保安庁が各国の 沿岸警備隊に対して指導や共同訓練を行っているほか現地への派遣も行っている天皇皇后両陛下がタイマレーシアインドネシアシンガポールフィリピンを訪問しているとのことですはい今回の配信は以上となります次回より各 国との関係について読んでみたいと思いますそれではまた次の配信または別の配信でお会いしましょうさようなら